はいどうも、ウシコフです。今回もキャリアモードについてね、お話ししていこうと思います。皆さん、キャリアモードね、そもそもね、遊んでんのかなっていうところなんですけども、僕はね、本当FIFA のモードの中で、キャリアモード一番好きなモードなんですよ。で、僕はもうかれこれ FIFA13 から、遊んでます、FIFA シリーズ。PS3 の頃ですね。もうだから、7年ぐらい遊んでることになるんですけど、もうそこからずっとキャリアモードを遊んできてます。で、まあそうですね、今回はそのなんか、なんでしょうね、今のキャリアモードと昔のキャリアモードでなんか良かったとこ悪かったとこみたいなのを言っていく動画にしようかなと思うんですけど、まあ、トーク動画としてお聞きください。まあかれこれ7作品ぐらい やらせてもらってます FIFA。 まあ時々アルティメットチームに浮気してた時もありますが、今作は割とキャリアモード遊んでる方かなと思います。 FIFA18、19ぐらいは正直言ってアルティメットチームばっかり遊んでましたけど、20は本当に楽しめてますね、キャリアモードをね。でやっぱりね、最近のキャリアモードについてまずいいところというか、進化してるなっていう点からまあ言っていくと、まあまず演出面ですよね。本当なんかそのなんだろうな、例えば記者会見とか、今作から追加されましたけど、記者会見の受け答えの仕方によってまあチームの士気が上がったり下がったりする、あとは個人の選手の士気が下がったり上がったりするっていう要素がまあ増えましたね。これはまあでも面白い要素かなとは思います。まあ正直言ってキャリアモードやっていくと、もうなんか選ぶ選択肢がもう決まってくるんで、あんまりどうなのかなって思う部分も正直あるんですけど、それだから次回作以降はもうちょっとその選択肢を増やしてくれればいいのかなと思います。なんかだってあえてそんなに士気下げるようなことを言わないと思うし、まあ、よっぽど放出したい選手、愛想尽かした選手に対してマイナスな言葉を言って、その選手の士気を下げるっていうやり方もまああるとは思うんだけど、あんまり僕はしないんで、どうなのかな、もうちょっとだから言葉のチョイスの選択肢が増えれば面白いかなと思ってます。でもまあいい要素かなと思いますね。まああとは19からですけど、チャンピオンズリーグ増えたりして、コンペティションの盛り上がりみたいなのがすごい格段に上がって、やっぱりそのね、昔の18まではチャンピオンズカップ CC っていう偽名タイトルだったんで、なんかあんまり身が入らなかった部分もまあどっかにありましたけど、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、ウェアスーパーカップ全部実名なので、これは嬉しいですよ本当に。でもやっぱプレミアリーグのね、まあ FIFA は本当ライセンス強くて、プレミアもあるしブンデスもあるし、他のもう主要リーグで、まああとはなんか、まあ、そんなに大きくないリーグもうしっかり網羅されてて、チャンピオンズリーグの本当に熱い試合がすごい再現性高く再現できてるかなと思うんで、本当に嬉しいです。でアンセムがやっぱりね、聞けるっていうのが僕の中で一番嬉しいですね。毎回チャンピオンズリーグとかはまだヨーロッパリーグで戦ったことがないんですけど、チャンピオンズリーグ挑むときは毎回僕アンセム聞いてから始めるんですけど、そういう方結構多いんじゃないかなと思ってます。テンション上がりますよ、やっぱチャンピオンズリーグアンセムを聞くとね。だ本当そこはいいかなと思いますね。まああとはまあ演出って言ったら、まあこれはまあちょっとまあ賛否両論あるのかも分かんないですけど、まあ選手の獲得交渉がまあFIFA あれ18からか、まあ映像化っていうか、まあ動画化されるっていうかね、動画化されるっていうか、そのなんか実際の代理人と実際監督の僕らが交渉するっていう場面が出てくるじゃないですか、画面としてね。そういう演出もまあいいのかなと。まあ僕はまあ正直最初は選手獲得までのプロセスが長かったらしくて嫌だったんですけど、まあでも
だんだんそこが面白くなってきたっていうか、そのできるだけ僕その監督側としてはできるだけ安い値段で撮りたい、でもやっぱエージェント側だったり相手チーム型だったりはなるべくねやっぱり高値で買ってほしいわけなんで、売りたい高値で売りたいわけなんで、そこのせめぎ合いみたいなの面白いのかなと。だんだんその楽しさが値切り交渉の仕方とか楽しくなってきたかなと思いますね。うん、本当にだから演出面に関しては本当に進化したね。あとグラフィックもね本当に毎年まあ上がってますね。まあ18からあ17からねあのフロストバイトエンジンに変わってから本当にねあのライティングとかねあと選手の表情すごい良くなりましたね。なのでそこは本当に評価したいと思います。ユニフォームの質感とかも本当リアルで、あと選手の骨格とかねすごいなと思います。なのでこれは本当に今後も進化を期待したいです。PS5 もね2020年のホリデーシーズンに出るっていう噂なので、まあ最初の一作品目はそんなに進化しないのかな。あどうだろうな。でもまあでも顔見せ程度なんでそんなに大幅に進化しないと思うんですけど、 FIFA21 出るとしたら、まあ、PS4 版のちょっとアップグレード版が出るという感じで僕はいるんですけど、まあ、本当の勝負は22からかなと思ってますので、 FIFA22 でどんぐらいのものを提供してくれるのかっていうのは楽しみです。うん、そんな感じですね。だから本当にあとねそうこれ嬉しいね、あのフリーズがね PS4 になってねキャリアモードになくなりましたね。ほとんどあの PS3 の時ねあのキャリアモードしょっちゅうフリーズしてて、あのね特に僕 FIFA14 の頃かなすごいフリーズに出くわして、なんかインターネット接続切ったらあんまフリーズしなくなったんですけど、繋げたまんまやるとすごい止まるっていう、でなんかそのプレイ年数がどんどん重なっていくにつれてなんか動作重くなるっていう印象があって、ちょっとそこが PS3 の時うざったくて、いやなんとかなんねえかなと、まあ、ハードスペックに多分追いついてなかったんですよ読み込み速度とかがね。なんですけど、まあ、PS4 になって本当そこはストレスないかなと思います。非常にいいかなと思いますね。でまああと悪いとこな、悪いとこもねあるんですよね結構。あのなんでこれなくしたんだろうっていうのは結構あって、まずねこれ PSP 版にあったんだけど、 FIFA のね僕 FIFA PSP 版12かなやったことあるんですけど、 FIFA 12 PSP あの PSP の FIFA のキャリアモードってなんか1試合ごとにチケット料金とか、あとなんかねチケット料金決めれるんですよね。あとはスタジアムを拡充したりとか、なんかそういうなんかクラブの経営に本当お金を自分で決めることができたんですよね。だからそこが面白かったんだけど、それがね PS3 になかったんだよね。もうなんで PSP 版にこの要素あって PS3 版はないんだろうってずっと思ってて、そういうのできたら面白いかなと思うんですけどね。まあでも全どうなんでしょうね、なんか全権監督って感じなんだけど、もうあれなんですかね、完全にもう補強とかにスポットを当てたいから消しちゃったのかもしれないですけど、僕そういうの面白いからね残しておいてほしかったんですけど、なんかなんだっけな、コーチングスタッフとかにもなんかレベルがあったような気がするんだよ、メディカルスタッフとか気のせいかないやなんかあったような気がするんですけど、そういうなんか細かいクラブの内側のなんかその経営面みたいなのもういじれたら面白いのかなと。一応あるんです、あるっちゃあるけど FIFA20 もでも自分でなんとかできないんで、あの見せようか、この今画面動かしてますけど、どうやっけフロントの機体か、まあと、あ違うね、ごめんなさい、財政ですね。一応こういう感じでなんか
シャツ販売とかあるけど、これは本当どうしようもないんで、勝手に儲かったり現役になったりするんで、あんまり移動費とかもね、そうそう、なんかこういうのも昔はなんか手動で決めれたんですよね、これ自分で額を設定できたんだけど、これをちょっと面白いから復活しないかなと思ってるんですけど、うん、だからもうちょっとその経営に口出せるようになったら面白いかなと思います。あとはね、なんだろう、悪いところは、ああそうそうそう、これ思ったんだけど、まあこれね、最近の移籍市場を反映してるからなのかもしれないですけど、あのね、カウンターオファーがねやたら通るんですよ。でカウンターオファーっていうのは、まあ相手がね、この、まあ、僕らの選手誰か取りたいって言ってきた時に、まあ相手がね最初に移籍金を提示してくるんですけど、それの それにちょっと不服だったらもうちょい高めの値段で逆にオファーを出すっていうやり方があるんですよ。でまあ例えばだから2000万ユーロで買いたいですよっていう相手 あのチームが言ってきたら、2000万で売れるわけねえだろうと、こっちとしては4000万よこせっつって4000万ユーロ提示したら、まあカウンターオファーが成立したら4000万ユーロで売れて、まあがっぽり儲かるよっていうね感じなんですけど、それがね通り過ぎな感じがするんですよ最近ね。あのね、 FIFA17 ぐらいまではあんまりカウンターオファー僕そこまで成功した覚えがなくて、いやカウンターオファー出すんだけど、あのそのカウンターオファーの額より絶対下ぐらいで裏売ってたような気がする。それ以上上げたら買ってくれなかったみたいな経験があったんで。でもね最近の FIFA ね、本当あの例えば、まあ、4000万ユーロぐらいで提示してきて1億ユーロでふっかけたらそれ買っちゃうとか、そういうの普通にあるんですよ。だからちょっとね、その簡単に儲けれすぎかなっていう感じは、まあ、知ってますね。まあそれなりのね活躍をしてる選手なんですけど、にしてもっていうところがあって、うん、なんかどうなんだろうな、もうちょっとカウンターオファーの成功率低くてもいいのかなと思いました。本当にもう倍の値段ふっかけたらそのまま買ってくれちゃうんで、もうちょっとなんか交渉のせめぎ合いあっても面白いかなと思いましたまあそこはもうまあ個人的な意見なんですけどね。まああとはなんかあるかな、悪いところ悪いところ、まあ正直試合内容に関しては僕本当言いたいこといっぱいあるんだけど、まあ、今回はちょっとキャリアモードだけに絞ってお話ししておりますけど、 あとそうこれね、あのなんかやってほしいっていうのが一つあって、次回作以降あの代表監督あるじゃないですか FIFA キャリアモードの中で、まあある程度ねあのクラブで結果を残してたらなんかいいところの国からね代表オファー来ます。でその代表オファーを受けたら、まあ、クラブ経営しつつ代表監督もやるっていう、その二足のわらじを履くことになるんですけど、まあ大概のキャリアモードプレイヤーって代表戦やらないですよ。でなんでかっていうと面倒くさいからなんですよね、単純に。あのなんだろうな、まあクラブの方が当たり前だけど力量を持って遊べるんですよ。やっぱ移籍市場あったりとかするわけで、あとまあ、長期の戦いなんで、まあ、そのカップ戦の出場権、まあ、CL とか EL とかの出場権争ったり、まあ、リーグ順位を争ったりっていうそういう熱い展開があるんですけど、やっぱヨーロッパ、あ、ヨーロッパじゃない、代表監督って本当ユーロとかあとワールドカップとかない限りは本当暇で、まあ、ちょいちょい親善試合とかはあるんですけど別にそこまでモチベーションないんで、大抵の人はスキップしてるんじゃないかなと僕思ってるんですよ。その監督受けても代表監督受けてもね、まあやってるって人ももちろんいるとは思いますけど、なんでちょっとね、代表監督だけっていう選択肢も欲しいなと思いました。したら代表監督にしっかりスポット当てて遊べるのかなと。でその代表監督っていう遊びの中で、例えばね、この選手気になるぞっていう選手が一人いるとしたら、そのクラブの選手、クラブの
試合を見に行くみたいな機能があったら面白いかなと思ってるんです。だから例えば、なんだろうな、まあ、フランスの代表監督になりました、まあ、もう周知のあれですけど、まあ、ムバッペのプレー 見てみたいなと、様子どんなんかな見てみたいなと思ったら PSG の試合を見れるみたいな、でスカウティングするみたいな、そういう機能があっても面白いんじゃないかなと。あ、この選手調子良さそうだな、じゃあ試合見に行こうっつって、そのコム対コムですけど、あのコンピューター対コンピューターの試合なんですけど見れるみたいな、で、あ、動きいいなみたいな、こいつ呼んでみようみたいなのができたら面白いのかなと思ってるんですよね。したら代表監督やる意味も出てくるし、代表単品で遊べるのかなと思ってるんですよ。だそれどうかなってだってさ、普通に考えて現実世界の話ですけど、代表監督とクラブ監督を両持ちする人いないと思う、掛け持ちする人。まあなんかロシア一回ありましたけどね、スルツキがチェスカとロシア代表持つみたいに、でもすぐやめたよねあれね。その続かないと思うんですよ、やったとしても。だからそういうなんかそのもっと代表にスポット当ててもいいのかなと僕は思いました。どうかなって、そこはちょっと毎年思ってるんですよ。代表なんとかなんないかなと、やりたい代表監督やりたいなっていう気持ちはあるんだけど、結局シミュレートで飛ばしちゃうからやっぱいいやってなっちゃうんですよ、いい国からオファー来ても。だからちょっともうちょっとその遊ぶ動機が欲しいかなと思いましたね。そこかな。本当だからその他試合、他の試合見れるようになったりしたら面白いと思うんですけどね。 PS5 だったらそんぐらいなんか裏で試合読み込んだりみたいな、なんか CPU 頭良さそうだしできそうなもんですけどね、ハードスペック的にね。ダメですかねちょっとそこは期待したい勝手にね期待してるところなんですけど、まあ、皆さんねキャリアモードで遊んでるかどうか分かんないんですけど、ほとんどアルティメットチームだと思います、皆さん遊んでるのは。ただまあキャリアモードプレイヤーも少なくないと思うんで、ぜひあのこの動画を見たら、あのキャリアモードいい点悪い点みたいな、あとはこれ追加してほしいなとか、こういうのをキャリアモードできるようになったらいいなみたいなのを教えてくれたら、コメントであの教えてくれたらありがたいです。あのなんか情報交換とかできたらいいなと思ってますいや本当ね、この前ね、なんかそう動画難易度アルティメットに物申す動画で結構ねコメントくれて、あ意外とキャリアモードで遊んでる人いるんだなみたいな思ったんで、あコム戦とかね遊んでる人いるんだなと思ってちょっと嬉しくなりました声を大にして皆さんキャリアモードやってる方はコメントしてくださいというわけでじゃあ今日は終わります。また次回なんかキャリモについてお話ししていきたいなと思ってます。あとまあなんか気が向いたらキャリアモードの動画なんか出してみたいなとも考えてるんで、そのシリーズでね、あのキャリアモードシリーズ化しようかなとも模索してるので、まあよかったらやることになったら見てくれたらありがたいかなと思います。というわけでありがとうございました。お疲れ様です。